じゃあ早速社内紹介をしていきたいと思います。これがベッドキット、ベッドキットのマットになってます。硬いやつです。一応社内はこんな感じです。この上は、上はテーブル付きクッションと、あとシェード、夜つける時のシェード置いてます。この棒はもともとこの車を買った時に付いてた棒でね。これ便利だね。うん、すごい便利で、ここに USB の電気をつけて、夜はこれだけで過ごしてます。一応結束バンドで両側止めてね、うん、つけました。で、その電池はここに USB でモバイルバッテリーにつないでます。これを結構これ持つよね。うん、持つ。モバイルバッテリーなんかね、夜しか寝いないしね。そう、夜しか使わないし電気あんま使わないしね。まあ、つけても 1,2 時間とかなんで、うん、先ほど雲がいたので追い払って再度紹介します。ハンガーは6本持ってきてて、一応あんま使ってないけどね。で、なんか運転中うるさいので、この洗濯バサミで止めてます。あと帽子とかかけたり、マグネットになってんだよね、うん、フックが。そう、これは便利です。あとここにランタン、ランタン、ご飯食べるとき毎日使ってる。結構明るくなるよね。結構明るい。これ1個だけでさ、もう大丈夫だよね。だからこっちつけるかこっちつけるかって感じ。そうだね、いつもそんな感じです。布団は一応寝袋で、寝袋だけどもうほぼ布団。これを広げてここに寝てるんだけど、この、はい、でも結構硬いよね。硬いね。このマットレスが硬いのと、結構硬い。布団も寝袋なんで、すごいふかふかっていうわけじゃなく、うん、結構硬いけど、まあ寝れる。まあ寝れる。まあ後ほど広げてみようと思います。あと枕を、はい、この間ニトリで手に入れてきました。低反発の枕です。で、あとは毛布。毛布、これとこの寝袋のセットだと思う、うん、中に入れるとすごいあったかい。すごいあったかい。寝袋だけだと寒いね。これで雪の日も全然寝れます。顔以外は超あったかい。顔だけね、凍りそうだったこの間、ね。じゃあ床下収納紹介します。4分割されてて、そうそう、このマットがね、ここで分かる通り4分割になってます。これをね、開けるんだよ。開けたらこんな感じで、カインズで買ったケース、持ち物紹介の時に紹介したケースをこう横と縦で入れてます。これ便利だよね。こう手前だけ開けたりとかして、うん、後ろからも出せたりします。引っ張り出せる。で、ここに見えづらいけど三脚、カメラの三脚が置いてあります。ここの収納はこんぐらいだね。そうだね。これ、このケースだいたい1個で収まっちゃうんで。でもこのケース意外とさ、結構入るよね。このケース結構入る。もう長いしね。ここはあんまり出さないエリア。そうだね、奥の方が取りやすいんで、よく使うものを奥に入れてます。結構ね、この
マットレスが粘着力いいからね、全然動かないし。動かないね。寝るときもね、全然動かないんで、とても寝やすいです。じゃあ次こちら側、じゃあすごい汚いけどなんか洗濯物とかお風呂セット、そう、これが僕はコインランドリーとか行くときに使用する洗濯袋です。ここにまとめて洗うものを入れてます。溜まってますね、うん、今日はちょっと結構溜まってるね。あとこの辺はお風呂セット、まあ最近ねボディーソープとかシャンプーとかついてる銭湯が多いから ね、あまり使う機会ないけど、ここに入れてます。あとは歯ブラシ、歯磨きセットみたいなあとこれもお風呂セットお風呂用バッグ、あっちのお風呂セット多いなでこれが下着とか入れる袋です。ここはこんな感じ。あとこれか、このプラスチックのケース、これはなんかダイソーで買った、最初の方に。結構車の中湿気たりするから、機械系とかはケースにしまうようにしてます、うん、濡れないように。ここのさベッドのさ、ここにね金具がついてたんだよね、こうやって、こういうやつ、そう、羽防止っていう羽防止用の金具がついてたんだけど、うん、取った取りましたなんか内側からついてるとこうやって開けれないんだよね。そうそうそう、こっちからとかこっちからこうやって開けれないから取った。マットレスがこんな感じになってます。ここにマジックテープが、でそこにも、でここにもついてます。じゃあ続いては助手席の後ろ側を紹介します。オープン、洋服ニトリのケースにがそのまま入ってる。そう、左がセリナで右があっち用です。使うものを手前に入れて、まあ、当分着ないようなハンスレとかは奥にしまってます。もうここぴったりだよね、この一エリアに。うん、一エリアでぴったり、このニトリのケースがぴったり収まったのでこれを選びました。あのカインズのケースがもう一個、カインズのケース横に、でこの奥が毛布とかしまってた、うん、袋と、その下にテーブル置いて、見えづらいけどテーブルがこの横に入ってます。テーブルを後ろから出しやすいようにこのケースはしょうがなくこの位置になったよ、うん、このケースもちょっと手前に動かせば開けれるんで、こんな感じでこんな感じで取り出せるんで、 でもここもあんまり使わない、まあ、基本的に開けないよね、この辺も、うん、開けない、まあ、床下収納はこんな感じです。まあ、最初ね出発した時は超汚かったけど、うん、まあ、ちょっと学んでケースなかったから、ケースを買ってね、やっぱまとめて入れた方がね楽だよね、出すときに楽、うん、出すとき楽だし、後ろから見たらこんな感じです。先ほど言ってたテーブルがここにあります。であとここにカインズで買った黒いケース、ちょっと引っ張ればこうやって物を取り出せるので便利です。ちょうどいい高さのケースがあったこれを選びました。後ろから見たらこんな感じです。もうこのくらいだったら運転中も支障なく後ろが全然見えるんで
布団とかもね、なんかケースにしまったりしないでこのまま。そう、めんどくさいから。まあめんどくさいんでこういう感じで置いてます。ちょっと結露が心配で、結露でね、結露でびしょびしょになる、布団がびしょびしょになっちゃうのはちょっとまあ怖い。カビ生えそう。こまめに換気とかしたりしてます。これが延長マット、まあ、これは後ほど伸ばして寝るモードにするときに使います。この窓はもう基本的にね使わないから、ずっとつけっぱなしでこの両サイドは使ってます。はい、上にも収納がついてて、マスクとかあとティッシュとか袋とか。ここは結露がすごいので濡れてもいいものを置いてます。全体はこんな感じです。後部座席は常に畳んでます。実際に寝る時の形式に変えようと思います。まずは寝るモードにするときは助手席をまず前に倒して倒します。倒して引っ張って、そこで、ここを持ち上げると一番前まで、一番前まで入れます。でこの座席もで、運転席もこのジャックではギリギリ当たるところまで入れちゃいます。でこれも直角ぐらいまで、でここにこんな感じですね。ここに隙間が空くので、ここに隙間が空くんで、これをちょっとずらして、このマットレスを前にずらします。でさっきの延長マットをここに、こういう感じで延長マット伸ばします。こういうことが起こるんでこの裏にはこの服を外しちゃったらこういうことがね、よく起きるよく落とし穴に落ちます。あんまりこっちに行くとね、落ちてっちゃう。こっちの前まで、前まで出して、これで190センチぐらいになる。うん、190ぐらいになるね。じゃあ実際に布団を敷いてみたいと思います。これで終わり。あ、こんな感じで、この中に入って毛布も入れて寝ます。ちょっとねサイズはオーバーしてるんでここは折り曲げて寒いから折り曲げる、うん、寒いから隙間が空いちゃうとね寒いんで。一応この白いので1枚だよね、この上の、うん、上ので一応1人分の寝袋みたいなの立ってて、折りたたんだら1人で寝れる。だけどこれを2枚あるとこの横のファスナーで連結できてダブルみたいな感じになります。これ4つ折りにしてこんな感じで、こんな感じで閉まってます。で運転するときはこれを座席を下げなきゃいけないので、開けて運転するときはジャックリーをここに入れなきゃいけないんで、ここにスペースをちょっと空けて、この運転席に置いてある後ろへジャックリーをここに置きます。これがめちゃくちゃ重いこら
これだけちょっとフレームからはみ出ちゃうんで、この上にはベッドキットを置けないんで、ここに置いてます。よいしょ。靴はこんな感じで置いてる。汚いけど靴はここに縦にしてだいたい4足くらい置いてます。汚いけどね。でここに、まあ、お水とか傘とかちょっと汚いもの系を置いてます。運転するときは元に戻すようにして、助手席を立てて、元に戻します。まあ、これが通常運転するときに移動中の車内、移動中の車内の様子です。なんか全部、ね、は下ろします。全部引っ掛けとくとうるさいから下ろす。引っ掛けないようにしてる。あんまりね、極力引っ掛けるのはやめてね。まあ見ても分かる通りめちゃくちゃ汚いですまあしょうがないよね。みんなこんなもんでしょ、うん、あんなね理想的なバンライフかもではないかもしれないですけど、狭いからねしょうがない。まあ、でも全然これでもね十分住みやすいよね。うん、全然平気だしね、うん。まあ、また夏になったらねどうなるかわかんないけど、今はこんな感じで生活しています。特に不満はなし。ね、今んとこね、車内生活にそこまで不満はありません。以上、車内紹介でした。